とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、また装備品がね、いっぱいいっぱいになっちゃいました。ということで、古代狩り、行ってみましょう。3周、頑張ってみるね。お、風ひげかな出ましたね。で、1個前に、ミーバーも出ました。動画がちょっと撮れてなかったんだけども、一応ウィーバーが出て、これが出てます。全然いらないやつだったね。さあ、風ひげ。さっと倒そう。おし！オッケー。なんでだ？シルゲールナイフか。シルゲールか。もともと結構微妙なやつだからな。まあ、とりあえず、いいでしょう。それでは、1周目おしまいですね。何か出てきてくれたかな？どうだ？予備声、スーパーチャージがついてる。ロールチャージかアーティファクトチャージがついてたらよかった。いやいや、アーティファクトチャージはあんまりこれに向いてないか。次、いりません。しだれ。いらない。よくないね。次は、爆縮。うん。いりません。軽快な亀。ああ、よくない。うん。他のノーマル品でよくないね。25% の回復ブースト。これがね、ちょっとなんかいまいち分かってないんだよな。まあいいや。2周目。行きましょう。2周目まさかのゼロでした。いやー、チェストの数もね、22、3個だったから、絶対来ると思ってたけどね、来なかったー。お、機械仕掛けどうだ？ダメ。ダメだね。全然良くない。次。せめてここでいいの出てよ。恐怖のバトルスタッフ。まあ、強い。でも黄金スキルがな。非属性だからあんまり良くないね。下のエンチャントは申し分ない強さだけども、いりません。いらないね。ノーマル品。ひどいもんだ。おっと、いいよ。防具が2つ。ケイブクローラーは、いらない。いりません。毒フォーカスか。使い道は、いや、ないでしょ。これは厳しいな。次、フロストアーマー。いらないね。微妙。なんで出ないかな。3周目、ラスト頑張りましょう。はい、来たー。いいよ。今回は17個だから、結構出やすいかもしれません。覆われた怒りが、ここは当たりかな。まあ、怒り、他にも防具がなんかくれば、いいか。いって。重力か。重力付き。あ、なるほど。はい。じゃあ、こっちで、足止めしても意味がないのね。ここバブルバスター出るのか。はい。じゃあ、ここの古代人当たりだ。バブルバスター欲しいんだよね、今。いいよ。3周目結構出てきてくれる。ウィーバー。サクッと倒しましょうか。おーっと、危ねえ。変更ついてない？いや、ついてないよね。危ねえ。ちょっと待って。出すぎやろ。よし。まあ、バトルローブはまあ、ワンチャンあるやつだから、ありがたいね。よし。いいね。ツタのアーマーが出てくれれば、最高。頼むよ。じゃあ、おー、痛い。毒の雲だ。毒の雲にやられちゃった。まあ、とりあえずピグリンの埃出ました。お、いいね。もう一回出てきた。ただ死なないようにしよう。あと一回死ねば終わりだからね。ちょっと死なないように気をつけていきます。あぶねえ。じゃああと一発だ。おっしゃ、いいよ。来た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 。え、お、出てきた出てきた。スターのアーマー、まあまあすでにね一つ結構いいの持ってるんだけども、もっとねいいやつが欲しいんだ。よし、では終わりですね。最後はね4体出てきてくれてなかなか嬉しかったね。ここでもっといいのが出てきてくれれば最高。いらない。全部ノーマル。いらない。破滅か。破滅、いらない。はい、次。スポンジ。あ、誰かコメントでスポンジの出し方って教えてくださいって言われたけど、別にないんですよね。うん、深海ステージを回るぐらいしかないね。ブロードソードもいりません。はい。ラスト、お、ラギット。クールダウン1ついてる。だから2だね。で、ノックバック耐性がつい、いや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 。いやいやいや。どうだろうね。このバンブルビーは、カバンで倒しても出現するんだろうか。いや、出ないよね、多分。いやいや、環境破壊の抵抗と凍結耐性、別にそんなにいらないんだよね。いらない。ウィンドもいらない。看守いりません。はい。ということで、今日出たやつ見てみましょう。はい。まず、斧はもちろんいりません。で、バブルも、いりません。バトルローブいりません。チルゲール。悪くはないかもしんない。悪くないね。リフレッシュがついて、で、待ち伏せでしょ？待ち伏せと、働き蜂はすごく相性がいいのよ。敵がね、働き蜂の方を向くんで、確実に待ち伏せが発動するんでいい。で、雷でもいいし、衝撃波でもいい。あ、これはね、悪くないよ。このチルゲールナイフ、悪くない。まあ、もともとがそんな強くないのがな、問題なんだけど。ピグリンの埃。おー、マルチショットがもともとついてる。でも他が良くねえな。悪くはないとは思うけどね。でもそんなに使わないな。まあ一応取っとくか。はい。で、最後。生きたツタのアーマーどうだ？いらないな。いらないね。今俺が装備してるやつの方が、いいと思う。雷フォーカス、火炎フォーカス、マルチロール、クールダウン。で、こっちだったらば、雷フォーカスがついて、デスバーターはつけれるんだけどね。他がやっぱ良くないな。いりません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。